一旦合成切り上げましたが、もうちょいやります。デプロテね、状態異常持続アップ2つあるので、これつけて、この2つ合成して、大成功発生する前ちょっとやり直します。いくかな、ダメか。まあデプロテも弱体追撃なので、ちょっとデプロテに弱体追撃をちょっとつけたくなったので、ちょっとつくまでやり直します。よし、 OK。 まあこれはいずれ使うでしょう。あとは、レベルアップやな。ライトスラッシュね、これアダマンの呪法だったので、これもレベルアップさせておきます。まあこんでいいや。さあ、じゃあここはもう切り上げて、クレセントムーンに着替えていきますか。盾はまあ適当で、ではユスナー行ってメインクエストを進めていきましょう。まあ途中で切り上げますけどね、あのスノーは倒しません。10日目に倒します。なので途中までですが、行きましょう。デタラメな計画だ。この私に本番中の舞台に立てたなんて、できるできないの問題じゃない、やるしかないとホープは言うが、それはガブラ住人で口にした自分に対しての決意じゃなかったか。どのみち私がやるしか手はないんだろうが、演技なんて私にできるわけは。そうか、考えてみれば私が本物の解放者だった。余計なことは考えずに思うままに演じればきっといけるのか。まあ、だいぶあの劇の解放者は違いますけど、やっぱ下手おるな。よし、 GP 稼ぎ買わせていただく。そういえば普通この後サザクさんに話しかけると、フィナーレまでまだ時間に余裕がある、ここで待つかみたいなことになって、で3時まで待つっていうパターンになるんですけど、2時45分以降に話しかけるともうそれなくなりますね。すぐにイベントが始まります。あ、クレセントムーンには着替えなあかんのか。着替えのうちに話すとどうなんやろ。着替えてこいっていう話になるのかな。時間見て行動しろよ。衣装の準備は終わったのか。あ、怒られた。解放者役の衣装に着替えたらここに来い。わかりました。クレセントムーンに着替えましょう。スタイルカスタマイズでデフォルトスタイルに設定してください。はい、わかりました。よーし、めかし込んできたな。オーディションは合格だ。前からめかし込んでたけどね。始めるぞ。その前に話がある。スタッフや出演者も全員舞台裏から避難させろ。当然あんたもだ。舞台にいれば死ぬことになる。なあ、そうだろうな。火薬の量を増やして舞台を爆破倒壊させる計画なんだろう。バレてえら。見抜いていたのか。俺の舞台だぞ。あんたの指示通り花火を足したらどうなるかすぐにわかる。舞台装置が倒壊すれば役者や裏方の身が危ない。そうはさせんよ。計画失敗か。誤解するな。あんたの持ち込んだ火薬は多すぎたから量を調整しておいた。舞台は派手に崩れるが怪我人は出んから安心しろ。なんだと。ほんまかいな。毎度毎度同じ劇の繰り返しで飽き飽きしていたんでな。そうやろな。ハプニングこそ大歓迎。100年以上同じことやってるやろな。最高の芝居を見せてくれ。つまらない出し物にはできないな。さて、そろそろあんたの出番だ。こんなに楽しみな舞台は何十年ぶりだろうな。この俺の想像を超える解放者の物語を演じてみせろ。演じるまでもない。解放者なら本職だ。このセリフ好き。この舞台にふさわしい小道具を用意した。さ、使ってくれ。まあまあファムバタールはいらんな。売ろうかな。さあ始まりますよ。
まあ、セリフはホープが通信で伝えてるらしいので、まあ、それでできるというわけなんですけど、ほとんどリハなしですからね。それで演じきるのがすごい笑いたりも。それであの舞とかはどうやってやってんやろ。どっかで映像見たんかな。選ばれし乙女、新たなる世界のために命を投げ打ち犠牲となるか。人々を救えるなら命は惜しくありません。神よ、どうかこの地に祝福を、人々に安息の日々を。すみません、一週目は真面目にやったんで、二週目はふざけました。あの断髪でここのやつは断髪であげたんで、それ見てください。ごめんなさい、ここではふざけます。かぼちゃ燃えそう、かぼちゃ焼けそう。あ、これほんでファイヤー使ってるのは、あのクレセンの方にファイラーがついてるから、そのファイラーを利用してやってるんですね、これ。っていうことだと思います。まあ、ここのためにクレセンの方にファイラーがついてるんやということでしょう。誰か突っ込んでこい、これこの劇に。クソシュールやな。清らかなる乙女、祈りの火を飛ばす。かぼちゃです。ああ、神様に捧げよう。グレンの炎だ。たまに腕とか埋まってるしな、かぼちゃに。絶対怪我人出るってこれ。大丈夫かいな、ほんまに。ちょっと歓迎かも、戸惑ってる人もいるな。危な、危ない。怪我人どころか死人出るっちゅうの。一応今あそこでライトニングの様子見たんです。あれ逃げてる人たちのちょっと心配やったやんな。かぼちゃがカレーに巻きおります。埋まってるし、完全に腕。かぼちゃに。ここはアドリブです。ちょ、アドリブなんでしょ、観客を驚いてるんですよ。100年以上見てた演技と違うって思って。まずこの神を葬るっていうセリフはまずあるわけがないですからね。一応神の使いとして伝えられてるわけなんで、解放者を。かぼちゃが迫る。かっこいいけどかぼちゃです。いや、本当に申し訳ない。もう一回言いますが、あのちゃんとしたのは動画で上げてるんで、あのこれにざけんな子だと思った人はそっちを見てください。ごめんなさい。警備状況を確認。舞台の混乱に気を取られて、宮殿の方は手薄です。もう光ってるのは大心臓の破片ですね。予想以上にうまくいきました。あの男の協力があったからだ。お前の計画通りに火薬を仕掛けていたら大惨事になっていたところだ。すみません、あれは反省しています。ところで
主役を演じてみての気分は？私もカボチャにして反省しています。反省しているのか？はい、はい、反省しています。ライトさん、本当に申し訳ない。宮殿の上層を目指してください。ルシの王座スノーが向かった場所です。